照明の取り付け部分の話、照明の取り付け部分の話、最近ですね、天井の照明、これをねちょっと変えようと思ってまして、と言いますのも結構古くなってきて、でだんだんもう切れてくる、蛍光灯が切れてくる、蛍光灯タイプなんでね、切れてくるタイミングなんで、まあ、蛍光灯変えるのもねいいんだけども、まあ、これを機に照明器具そのものを変えようかなと、まあ、ある部屋のね一個の照明ですけども、でそこの、まあ、部屋はですね、あの吊り下げ式の、まあ、ペンダントじゃないんだけども、吊り下げの傘みたいになってるような一般的な照明で、で取り付け部分がね、なんかこう四角の、直方体というか四角形の、うん、そういう取り付け部分なんですね。それはもう四角形の部分見えてるからもう分かりやすいんだけども、でまあ照明をね変えるのは変えに行けばいいんだけども、これ取り付け部分がね、いろいろタイプが細かく分化していたら、つかないことになるわけだから、これちょっと調べてからじゃないと買いに行けないなと思って、いつもね、電気屋とか行って見るんだけども、取り付け部分があれどうなってたかなと、確か四角形だったと思うんだけども、丸いやつも中にはありそうだなとかね、四角形の中でもいろんなその大きさの部屋の大きさとかね、あとタイプとか、あれ会社によって違う可能性もあるんでね、ちょっと調べてからやると買えないなと思って、いつもねこう買いそびれてたんですね。照明なんか買っちゃえばすぐ持って帰れますからね、うん、あんな大きくないから、だからね、買い控えてたんだけども、いつまでたっても買えないので、ちょっと照明器具のその取り付け部分のね、タイプをネットとかで調べて、うん、どういうタイプがあるか頭に入ってれば、その買いに行きやすいからね、はい、それで調べたらね、大きく分類すると大体2つのタイプしかないんですね。でメインはその引っ掛けタイプ、引っ掛けタイプっていうもので、引っ掛けタイプの中にも2種類あって、角型と丸型、四角形のタイプの引っ掛けるタイプと丸い型の引っ掛けるタイプ、その2つなんですね。で私の調べた限りではどうもね、この引っ掛けタイプなら四角だろうが丸だろうが、この汎用性があるというか共通性があるから、四角に丸をかけるのもいいし、丸に四角をかけるのもできそうな感じなんですね。でもまあとにかく買うときは合わせますけどね、私の家のタイプは、そこの部屋のタイプは四角のね引っ掛けタイプだったので、まあ四角の比較タイプを買うんですけども、それ置いてないってことはありえないんでね、非常にメジャーな、調べたらすぐ出てくるようなそういう特殊なタイプじゃないんで、四角の引っ掛けタイプはね、だから買いに行ってもね、いろんなとこ回らなくても大体あると思うんですね。うん。それでね、ああよかったと思ってちょっと拍子抜けしまして、すぐに型が判明して、すぐにこの引っ掛けるやり方ともやり方とかね、自分で取り付けるやり方とかも簡単そうだし、はい、しかもですね、間違って丸型を買ってきたとしても一応付けられると、付けることは付けられるわけね、付けられそうなわけね、うん、引っ掛けタイプであれば。で私はね、会社によってその大きさが違うとかね、あるいはサイズもね細かく分類されていて、十何種類に分かれてるとかね、思っていたんですけど、覚悟をしてたんですけども、もう本当にね、引っ掛けタイプと、なんかこう、パチンってやるタイプと、二つしかないみたいな。で、メジャーなのは引っ掛けタイプで、はい。引っ掛けタイプもその丸と四角しかないんで、まあ、ほぼ共通してるんでね。ああ、と思って、これなら、ね、仮に間違えて丸型買ってきても、引っ掛けタイプなら、まあ、付けられると、うん、いうことで、非常にこう簡単なんですよね。
と言いますのもね、私はねこういう家のなんていうか器具というかね、取り付けるタイプの器具は非常にこう複雑な、業者しか分かんないような、素人がちょっと手を出しにくいような、そういうものばかりだと思ってたんですね。昔ね、昔あのトイレの便座ね、トイレの便座、便器じゃなくて便座ね、あのをですね割ってしまいまして、ひびが入って割ってしまいまして、でそれ買いに行ったことがあるんですね、自分で取り付けてみようと思って。まあ業者呼んだら早いんだけども、これ自分でもなんか取り付けられそうだなと思って、でいろいろね調べてホームセンターとかね回って、であったんで買ったんですよね。でそれねやるのすっごい大変でした。トイレの便座のタイプはね非常に分解して分かれていて、まず色味ですよね、アイボリーとか白とかいろんなピンクとかいろいろありますし、それを合わせるのがね、大変ですし、この色なんていうんだみたいな感じで、それからですね便器の大きさ、サイズもね大きく2種類、大きいタイプと小さいタイプがあるわけね。で小さいタイプっていうのは狭い、個室に使うから商業ビルとかでよく使うらしいんですね。で個人の家はトイレが大きく作ってある可能性があるんで、高いんで大きい、便座が使用されてる可能性が高いと。でそれもね一時測ったりして、つまり見たことないから、比べて見たことないから大きいのか小さいのかよく分かんないと。まあ多分大きいと思うんだけど、大きいタイプだと思うんだけど、それは確定できないからね、これメジャーで測ったりして、はい。それからですね取り付け位置、はい、取り付け位置の問題があるわけね。前の方で取り付けるか後ろの方で取り付けるか、その便座のね前後の位置があるわけで、それもね分解して分かれていて、でそれはさすが分からない、このね便座が前方で取り付けてあるのか後方で取り付けてあるのか、これ測ってもねなかなかどこを基準にして測るのがいいか分からないし、その素人が判断できるような感じでもないし、間違ったらね大変なことになるわけだから、だからどうしようと思って、これ難問だね、業者かと思ったんですけども、世の中にはフレキシブルなタイプあるね、その前でも後ろでもどちらでもつけられるようなフレキシブルタイプの便座が売ってまして、でそれがそれで買ったわけね、色合わせてサイズ合わせて、でフレキシブル、どの取り付けタイプでもできるように。それからですね取り付けるときにどういう取り付け器具が必要なのか、ネジでね、ナットとネジでこう取り付けるタイプもありますし、あ特殊なね器具でこの取り付けるような、ネジと特殊なナットで取り付けるようなタイプもありますし、それも調べまして、と言いますのも便座ってこれナットとネジで基本的に取り付けてあるので、それ外さないと交換できないんですよね。だからどうやって外すんだみたいな感じで、しかもこの奥まったところにネジがあるんで通常のねスパナとかで届かないんですよ。うん、私ねようやく工夫してねなんとか外しましたけども、2時間ぐらいかかりましたよ、悪戦苦闘して。普通のねモンキースパナとかねモンキーレンチとかね、それではねなかなか外しづらい構造になってるんですね。うん、というわけでね、取り付けの時もこれ大事だなと思って、取り付けタイプをねネジのタイプとかを見たりとかして、ですからチェックすべき項目はすごく多いんですね。細かくはもうちょっとあるんですけど、まあとにかく、4個とか5個とかねそういう項目があって、全部こう分かれていて、うん、しかも手に取って比較できないから、自分のね便座の自分家の便座のタイプがどれなのか確定はできないまま買いに行くみたいな、そういうギャンブルをするわけですね。うん、でまあ結果はねちゃんとつきましたけども、でもまあ苦労はしましたよ。はい。